株式会社、フジオフードグループ本社は、大阪市北区に本社を置く、持ち株会社、東証一部上場。中核市会社の株式会社フジオフードシステムは、大衆外食チェーンの、毎度大きに食堂、串屋物語、鶴丸、手作り居酒屋カッポーギというブランドを中心に、37業態の直営、FC 事業の経営を行う企業である。社長である、 藤尾正宏は、1979年12月に、個人事業主として、藤尾実業を創業。その後、生まれ育った実家の食堂を思い、メインブランドである、毎度大きに食堂1号店を1988年7月にオープン。2006年6月には、中華、人民共和国上海市にて出店。同年12月には、47全都道府県に出店している。 高齢者採用を積極的に行っており、50から60歳代の女性を中心にキャスティングする。そのため、40代以上の雇用占有率は4割を超えている。茨城愛食堂毎度大きに食堂、幸福や株式会社フジオフードシステムが展開する、カフェテリア形式の一禅飯や地名食堂、いわゆる食堂という命名方式で全国に展開している。 レシートでは日本一の食堂の故障も使用している。藤士屋フードの本社がある関西地区には直営店が多いが、それ以外の地区では主にフランチャイズ方式により店舗展開している。2006年に全国47都道府県に出店を一旦は達成し、ただし2020年6月現在では青森県と秋田県に店舗がない。 沖縄県の店舗は一旦すべて閉店したが、後に沖縄料理中心の定食屋として再開店している現地法人との合弁事業により、中国の上海や中華民国にも進出している。台湾では高速鉄道の改札内に駅弁店も出店した。郊外のロードサイド型店舗が中心だが、大阪市内を中心に都心のオフィス街にも店舗を有する。 2014年には、コンビニエンスストア大手のファミリーマートとの共同店舗、ファミリーマートマイド大木に東池袋食堂を東京都豊島区にオープンしたが、2017年12月で閉店している。お米と卵焼きにこだわっており、お米は毎日その日の分だけ精米している。また、カフェテリア形式であるが、卵焼きだけは必ず注文を受けてから調理する。 おかず類は2010年9月現在、安いものだと一品50円程度、高いものでも400円程度と、リーズナブルな価格の商品を揃える。基本は作り置きであるが、一部店舗では、出来立て商品の提供も行っており、焼き魚や揚げ物類は注文後に調理されたものを受け取ることが可能である。また、単品のおかず類の他に、カレー、ラーメン、うどん、焼きそば、 オムライスなどの一品料理も置かれている。メニューはすべて合わせると常時60種類前後は用意されている。これらのメニューは店舗ごとに異なり、また季節ごとにも異なる。そのため公式サイトのメニュー紹介でも代表的なメニューの一部が価格表示なしで掲載されているだけである。全国で展開しているので季節によっては北陸、 新潟の味など、地域ごとの日常メニューも取り入れている。テイクアウト用容器の備え付けがあり、持ち帰りは自由。また、事前に電話で注文すれば、予算と好みに合わせて、弁当を作ってもらうこともできる。時点での精米により発生する米ぬかを無料配布している店舗もある。串や物語株式会社フジオフードシステムが展開する串揚げを、 ビューフェスタイルで食することができる業態。約30種類の串ネタを選び、テーブル備え付けのフライヤーで、客自身が自由に揚げて食べることができる。複数のソースがあるほか、サラダ、パスタ、惣菜、フルーツ、スイーツ、ヨーグルトも用意されている。9月4日は、串屋物語の日と制定されている。鶴丸、株式会社富士オフードシステムが展開する。 セルフ式うどん店のブランドである。麺の小鶴丸うどん、または鶴丸うどん本舗の店舗がある。日本国内に展開するほか、台湾や中国にも進出している。タイでも合弁会社を設立し、フランチャイズチェーン方式で展開を進めている。手作り居酒屋かっぽうギア業家業、作業単業派業社長の風景。 おばちゃんのように立場の弱い人が働ける場所を作ろう。富士屋フードシステム、富士正弘外食産業の富士フード、原ドーナッツを買収東京証券取引所市場、第一部への市場変更承認に関する、お知らせ富士フ,フードシステム2019年1月23日、持ち株会社体制への移行に伴う、九州分割契約締結並びに、称号の変更及び、 定管の一部変更に関する、お知らせ藤尾フードシステム2020年2月14日、毎度大きに食堂フランチャイズ加盟店募集、串屋物語、ヨドバシ秋葉店、10月上旬オープン。セルフ式の串揚げ食べ放題チェーンが秋葉原に、新室藤尾フード、タイで、合弁うどん店、FC30 店目指す。毎度大きに食堂の藤尾フードシステムと店長ら、書類総検証時間労働と、 賃金未払い容疑。産経ウエスト。2015年8月28日する。丸に関するカテゴリ毎度大きに食堂に関するカテゴリー。串毛物語に関するカテゴリ天ぷらエビの矢に関するカテゴリありがとうございます。